せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日はちょっとテンション上がってるんじゃないですか。はい、爆上がりです。なんでですか。今日は牛タンパーティー、イエーイ。ということで、あやの好きな牛タン、はい、しかも今回この左端にプロモーションと入ってるのかなアンケー、ありがとうございます。あや、はい、がヘラヘラ三銃士さんの動画を見て、うん、牛タンめっちゃ食べたいっつってて、うん、概要欄見たら、うん、これ案件なの、うちらも欲しいってめっちゃ昔に言ってたの、はい、それで俺らもちょっと伸びてきたんで、はい、牛タンに逆に僕たちから連絡しましたちょっと案件くださいってそしたら快く牛タンくれて、案件で今回はやらせていただきます。すごい量だよ。めちゃくちゃうまそう。ということで、おうちでマジ牛タンっていう商品なんだけど、訴求ポイント、はい、ちょっとシンプルに、シンプルに言わせていただきます、はい、シンプルシンプルってことで、もう紙読みます。一般的にお土産や通販で出回ってる牛タンと比較するとかなりリーズナブルなんです。これはもう案件とかじゃなくて普通にお伝えしてます。リーズナブル、それはもう間違いないから。で、いくらだと思うんですか。 500g でいくらだと思う。いやでも、うん、高いか1万ぐらいするんじゃないかな。2980円。安いんです。でも安いよ、本当に安い。しかも見てこれ、すっごい本当にでかくてめちゃくちゃ分厚いんだよ。これが10から12枚入ってるのね、 500g、 それで2980円。めちゃくちゃ安い。オンラインショップでね、はい、全国どこにでも仙台名物の牛タンが手に入ります。そして数パック以上の注文で、おお、送料が、うー、無料しかも、うわ、4パック注文で、1パックおまけつく。もうこの兄弟で、冷凍の真空パックになってて賞味期限長いです。賞味期限どれぐらい持つと思います。いや、やっぱ3日とかだと思うよ。3日もうそうだよね、牛タンなんてもう3日、臭みが出ちゃうから、ね、そうですよね、1年間製造日から冷凍状態で1年間持ちます。やば、これからの季節バーベキューにこれ持っていけばいいの。いや、もう持てるじゃんこんな。そう、これ持ってて、お疲れーマジ牛タン持ってきたよー、好きー。それで恋は成功します、はい、牛タンでね。で、一緒に販売してるね、秘伝南蛮味噌っていうのがあるのよ。これも牛タンにめちゃくちゃ合うから、これ同時購入でね、おすすめです。まあこれ後でね、これもつけて食べていくから、その感想も言っていきます。はい。で、ロンドンブーツ淳さんが手掛けるバンドジュアル KB が歌う公式のテーマソングもあるらしいんだよアイドルなの、牛タンアイドル、ほぼアイドルなんで。でもまあロンドンブーツ淳さんに負けないぐらいのテーマソングを、はい、牛タンの、はい、僕もちょっと後で歌わせてもらえる、まあ、それは動画の後半で、はい、この牛タンの産地はアイルランドですってことです。中町兄弟、はい、ということで早速ね、もう食べていくんですけど、はい、こちらは塩味で、こっちは味噌味です。ごま油含んだよね。ごま油で焼くと美味しいって書いてありました。そうそう、ごま油をまず、それでは焼いていきます。焼いていきましょう。はい、焼いていきます。うわ、うまそう、マジでうまそう。早、しかも焼き、ね、え、待って、マジうまそうだな、これやば。全然牛タン好きだっけ。好き。この分厚さはさ、結構高級店で食べる焼肉じゃん。確かに確かに。ちょっと安いところの焼肉だとこの厚さ出てこないからね。確かに、薄っぺらいもんな。はい、ということで焼き上がって、ハサミで切って食べやすいようにね、はい、いただきますをするので、いつものいただきますの温度します。お願いします。牛タンバージョン、そして案件の方が喜んでくれるような、はい、いただきますをやりたいと思います、はい、それではいきます、はい。お家で牛タン食べたいな、食べたいけど食べるの難しい、お家でマジ牛タン食べたら楽じゃん、めちゃくちゃお得じゃん、めちゃくちゃリーズナブル、いただきます。あー、コビ売りすぎだろこの店に、はい、全力プロモーションだった。いただきます。いただきます。うまい、うまっ、マジでうまいんだけど、え、マジうまい、ビグモン、はい、先生、いただきます。マジうまいぞ、回っていきます。あら、おいしい、おいしい。てか、バーベキューでこの牛タン食べれるのはガチでかいかも。ガチでかい。奥歯終わってんだけど、なんか親知らずかな。親知らずはだるいよ、止めてくんない。あー、親知らず、こんにちは。あー、大学なんですけど、親知らず、おめでとうございます。え、こんにちは、知ってる、こんにちは、知ってる。写真撮ってやろうか。うん、見して見して。えっ、めっちゃ出てんじゃん、めっちゃ噛んじゃうんだけど。はい、終わり。中町兄弟、味噌食べてみたい。味噌、味噌牛タンって俺食ったことないんだけど。あやも食べたことないかも、あんまり。
てるじゃん。そうですね、キモいですね。普通にさ、これ友達とやりたい。持っていけば喜ばれるし。あぜ一時期、この牛タンがね、友達の中で牛タンパーティーマジやりたくないみたいな話になって、うん、これを買おうと思ったんだけど、売り切れてて全然買えなかった。そうなんだ。めっちゃ嬉しい。友達とマジで話したの。普通に買おうとしてた。まあこれは買いたくなるわ。そうそう、だってめちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃ分厚いもん、うん、でめちゃくちゃリーズナブルなんだもん。なんかもうコビ売るんだ。いやいや、コビ売ってるように見えるじゃん、うん、でも本当なの。確かに本当にだもんな。どうすればいいんだろう、こういう場合。こういう場合は視聴者の方が俺らのことを信じるしかないよね。あっ、大丈夫？ねえ、キモい。ガシッ。ちょっと懐かしいわ。兄弟のロリコン感。懐かしいってやめてた。昔はなんかさ、あったじゃん。今、仲良すぎて今。それはないじゃない、今。でも、確かにね、なんか、あの、アヤに嫌われないように俺たち振る舞ってるから。触るとかしてないから。やっぱキモいって言われるこのくだりあんまないよ、最近。そうだよね、アヤの機嫌伺いすぎてる。伺いすぎてる。ちょっとやばいわ、俺ガツガツいくわ。やめて。アヤも嫌って言ってるけど、まあちょっと嬉しいんじゃない。嬉しくねえから。ねえ、嬉しいな、お前。嬉しくねえだろ。の笑い方、悪魔や。悪魔いるんだけど。仲持ちでやす。はい、じゃあ味噌食べますよ。味噌牛タン。いただきまーす。人生初の味噌牛タン、いただきまーす。おいしい。めっちゃうまいわ。塩より好きかも。や、こっちの方が柔らかい気がする。なんかそんな気がするね。うまい。うまいよね。うまい。死ぬほど白米進むわ。わかる。うまいなー。本当にうまい。てかさ、もうなんかさ、本当にずっと俺言ってるんだけどさ、最近幸せすぎてさ、なんでこんな美味しいものを食べて紹介してお金もらえるのって思っちゃう。ぶっちゃけ。本当にそうだと思う。YouTuber って本当に夢ある仕事って感じ。ね。それをみんなに届けたい。この気持ち届け。中町です。てかさ、マジでさ、彼氏にするならさ、有名人になると思う？でもアヤはなりそうな気がする。付き合ったことないんだよね、芸能系の人と。アヤと一般人が逆にどこで繋がるのって話になってくるよね。めちゃくちゃ有名になったじゃん、アヤって、うん、江戸川区の男じゃもうダメかも。アヤを好きな男の子、いや、本当にアヤと付き合いたいと思ってる子はちょっとかわいそうになってくる。アヤはね、結構本当にきついから。なんで？本当にきつい。だってわかんないじゃん、順平にぜひ見せてる顔で、これは男に見せる顔じゃないのね。あやはね、これね、なんで？いや、きついと思うよ。あやはきついよ。なんで？まずそもそもがめちゃくちゃあやっていい女なの。ランクが高い。言うてもう古川優香と同じ位置まで行くよ、あなたは。このまま炎上も何もせず。確かに。優香ちゃんが一般人の男性と付き合うこと想像できる？でもさ、田中ちゃんとか一般人と付き合ってるよ。わかんないよ、だから。でもあれもともと友達じゃないでしょ。友達なんだ、もともと。今から一般の人と出会って来いって結構むずいと思うよ。いや、わかんないよ。だって気持ちは一般人がいいもん。俺はもう一般人じゃないとやだ。あやはね、外人がいいと思う。じゃああれは、あの、サワヤンの弟サワヤンの弟あれあれじゃない？ヤン。ヤンいいじゃん。ヤンの方いいよね。ヤン高徳だし。そうなの？ヤン高徳。あやはね、お姫様みたいな扱いしてくれる人じゃないと無理。階段こうやってやってくれたり。いや、それはやりすぎ。それはやりすぎでしょ。しかも、これは本当あやに申し訳ないけど、お兄ちゃんが俺っていうのもきついと思うよ。うん、きつい。ね、前言われたじゃん、ジュキヤにさ、あやと付き合うってなったら JP よぎるって。うん、マジそれと思って、それでめっちゃ結構、あー、中町兄弟やめよっか。おいよぎらせろ。いや、でも本当にそうだよね。特にクリエイターの人はそうじゃない？うん、そうだと思う。でもお得じゃない？あやと付き合ったら俺もついてくるの。どういうこと？どういうこと？そしたら順平もそうじゃん。そう、俺もそうだよ。なんかこれからあやが付き合う人はみんな JP 込みでいいと思ってる人。やだ。中町兄弟。はい、ということで牛タン食べ終わりました。イエイ。めちゃめちゃ美味しかった。塩と味噌味があったから飽きずに食べれたから、どっちもめちゃくちゃテンポよく食べれました。はい。テンポよく。この牛タンなんだけど、概要欄に買える URL 貼ってるから、ぜひ気になった人は買ってみてください。2980円なんで、お手軽に家族に喜んでもらえることもね、可能なので、サプライズで親に袋とか買って、今日牛タンパーティーしようよというのも6000円でできるので、家族みんなで楽しんだり、友達と牛タンパーティーしたりするときに買ってみてください。あとは私のリア友も買えるから買ってね。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー、バイバーイ。これ案件の時、最後どう切るのかな、迷う。ベアじゃない。
ベアダメ、かわいそうって言われちゃうから。もういいんだよ、切っちゃって。イエー。